アラペコアザラシと申します。それではファズモフォビアやっていきたいと思います。今日は最初からね、こちらのね、2階建てのね、お部屋、地下1階も合わせれば3階建てですね、こちらの家でやっていきたいと思います。まずは初戦、やはりブロからスタートしたいと思います。追加でキャンドル、ケミカルライト、ライター使用、安定剤1個持ってこうかな。で、懐中電灯、温度計三脚と、こんなところでいいかな。はい、では開始したいと思います。いやー、まずはね、ちょっと広いマップからスタートですが、やっていきたいと思います。魔法陣があるとね、ゴーストの写真撮りやすいんですけどね、その後逃げるところをね、しっかり確保してからっていうところですけどね。魔法陣があるといいんだけどな。あと、それ以外のブードゥー人形とかね、もし呪いのアイテムがあれば、ちょっと積極的にね、ちょっとそれは使用していきたいなと思いますね。で、走ることが必ずしも最良の策とは限りませんって言ったって、時間の問題があるからね、なるべく早く走ってね、とっととね、特定や、そして逃げるときにはね、やっていきたいと思いますね。まあ、ハントされるとね、玄関が閉まっちゃうから家から出られなくなるっていうことなんでね、それがちょっとね、かなりやばいですけどね。では、ミッションリストを見ていきましょう。超常現象を起こすゴーストの種類特定。メンバーがゴーストに超常現象を目撃。ゴーストにキャンドルを消させる。あ、キャンドル持ってきてないな。で、ゴーストの写真を撮影と。で、今回はジェニファーさん。キャンドル持ってきてないよね。あ、持ってきてる。よかった、よかった。よし、これでいいんじゃないの。これでキャンドル消させることもできますから、あと超常現象を持って撃破もできるから、結構今回できるクエストが多いな。あ、しまった。一番大事な鍵を持ってき忘れちゃったよ。無駄な時間を使ってしまうな。よし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 、とりあえずこれでいいかな。で、あとはまず入り口付近にね、必要なものを配備していきましょう。あと2往復ぐらいで全部物品は持ち込めるかな。よし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 、出るときもね、壁にぶつかっちゃいますからね。よーし、これで大丈夫かな。あと塩と、こちらとこちらと。お、これぐらいの雨だったらキャンドル大丈夫ですね。そしたらライト、温度計、 EMF リーダー。さあ、これでまずはよし、だいたい、あ、地下室空いてるな。よし、地下室にブレーカーありますね。とりあえず地下室見ていきましょう。魔法陣もなければ温度計的にも大丈夫ですね。
ちの部屋見に行きましょう。ランドリーも大丈夫と。で、あ、ここだ。ん？違うか、この辺り？そしたら。あー、骨が落ちてますね。この部屋だ。多分この部屋だな。ただ温度が安定しないな。ガレージではないよね。うん、ガレージではない。ここですね。うん。この通路だな。おお、怖え。マジか。とりあえずちょっとキャンドル置いとこう。マジかよ、怖えよ。こんな感じで三脚はセットでいいかな。あ、消されましたね。やめてほしいな。いや、しかしちょっと活発なゴーストだな。いきなり姿現されちゃったな。これはまずいんじゃないか。あ、指紋べったりですね。いやー、指紋べったりだ。ライティングとスピリットボックス持ってこう。お、で消されてますね。怒ってますか？若いですか？いくつですか？攻撃してきますか？攻撃してきますか？いくつですか？怒ってますか？とりあえずこれ写真撮るか。塩とあと写真。足音聞こえたな今。ああ、もう踏まれてますね。え、ああダメだ。くそ、写真撮りたかった。今写真撮るチャンスだったんだけどな。姿現してくれなかったな。そしたらプロジェクターちょっと設置しておっか。プロジェクターセットで骨をもらっていって、ちょっとライト消しましょうかね。これでよし。ちょっとオーブとかが映ってないか見ていきましょう。今のところは指紋ですね。あと小吉は76、まだ大丈夫ですね。プロジェクターに映るかな。ん？
なんかくる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 回ってんな。これもプロジェクターで映ってると見ていいのかな？もうちょっと見てみましょう。プロジェクターの影がくる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 回ってましたけど、ちょっとこれは映ってると判定するのはダメですね。次じゃあオーブが映るか見ていきましょうかね。今のところ指紋だけだな。スピリットボックスにも反応なしだもんな。氷点下の温度は否定され、お、EMF レベル5ですね。あ、で、プラスでライティング。これ特定だ。とりあえず出よう。 EMF レベル5、そしてライティングとマイリングですね。よし、これは正解でしょう。さあ、マイリング、これで正解するかどうか。さあ、どうなる。当たってるはずですね。マイリング、よし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 、225ドル獲得と。さあ、それでは今度また違うミッションにしてみようかな。このストリートハウスでプロで選択してみましょう。このマップはやったこと僕ないんじゃないか。だからちょっと最初ね、どこにあるかとかね、ものがね、特にブレーカーですね。ブレーカーの位置把握することを最初にしないといけないですね。いやー、所詮はなんとかね、うまく3つの証拠をね、揃えることができましたが、果たして今回どうなるかっていったところですね。初めてのマップなのでね、まあもちろんこのね、ファズモフォビアをね、やり慣れてる人にとってみたらね、まあそのマップかよっていう感じなんでしょうけど、僕はね、ちょっと初めてなんでね、ちょっとやっていきたいと思います。さて、あ、しまった。温度計とか忘れた。やばい。初めてのマップなのに、それはないわ。ちょっとやり直すか。適当にやって、まさかこれで当たることはないだろうから。いやー、しまったな。ちょっとちゃんと物品搬入していかないといけないですね。この2戦目は脳幹ですね。これでマイリングで当たってたら、メア。まあ、これはダメですね。で、追加でキャンドル、ケミカルライト、ライター、で、塩、懐中電灯、温度計、三脚と。で、安定剤1個持っていきましょう。で、ミッションの場所はこちら、ストリートハウスと。では、行きましょう。いやー、しまったよな。温度計持ってくる忘れちゃったからな。さあ、それではミッションリスト見ていきましょう。超常現象を起こすゴーストの種類特定。いずれかのボンプレイヤーがゴーストのハント回避。メンバーがゴーストに超常現象を目撃。スマジスティックでゴースト付近、スマジスティックをゴースト付近で使用。で、今回はリチャードさんがゴーストの名前ですね。目標1と3をね、ちょっと狙っていきたいと思います。さあ、行きましょう。お、ここも結構狭い家なのかな？入り口と近くていいですね。入り口と近すぎて分かりづらい。ちょっと位置が分かりづらいな。ちょっとここに置いとくか。少
少し入り口が近すぎて分かりづらかった。よしよしよし、これだったら入り口が分かりやすいですね。そしたらこれと懐中電灯と EM フィーダー持って、まずは家の探索ですね。地下室がどうせあるだろう。よし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 、ここがどうせブレーカーだろう。あ、ブレーカーないな。ということはで、温度も怪しくないから地下室は行かなくていいですね。あとはガレージじゃないか。そうするとガレージどこだ。ここか。あったあったあった。よし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 。でいきなり骨があると。で 4.9 度 6.8、 ここではなさそうですね。この部屋でもない。ここは開くのか。開かないですね。これは外の電気か。ここではない。リビングルームは、リビングルームでもない。呪いのアイテムも特にないですね。となると2階かな。6.9 度。ん、この部屋が空いてる。10度。この部屋でもないですね。こちらの部屋は、あ、ここですね。氷点下。この部屋だ。 EMF リーダー置いときましょう。氷点下を記録と。この入り口付近かな。うん、でもまあこの部屋で十分でしょうね。さーて、それではいろいろと持っていきましょう。塩と、あとは写真ちょっと撮りたいな。ガレージにあったよね。まず骨の写真撮りましょう。で骨を撮っていくと、でちょっと写真はとりあえず、まあでもいきなり踏む可能性があるから、こんなもんでいいかな。EM フレーダーはレベル2と。ちょっと写真置いときましょう。あと三脚とか持っていくか。指紋と、あとゴーストライティング。うわ、足跡がありますね。足跡は指紋じゃないんだよな。足跡は指紋じゃないから、ちょっと、おー、ライティングしてくれてますね。うわ、怖い絵描いてんな。そしたらあとは三脚と、三脚とスピットボックス持ってくか。
三脚と。三脚はこんな感じでセットでいいかな。こう踏んでる。しまった。怒ってますか？いくつですか？若いですか？怒ってますか？いくつですか？ちょっとスピリットボックス反応なしかな。ちょっと電気消して様子を見ていきましょうかね。とりあえずまずオーブが飛んでるか見ていきましょう。今のところの証拠としては氷点下の温度とゴーストライティングですね。いやーデーモンとかだったらやばいな。あ、オーブ飛んでますね。オーブがチラチラと飛んでいると。レブラントか。ただ証拠として、いやゴーストでポルターガイス、ミミックはうんライティングに反応しないので、これはレブラントで大丈夫ですね。ではレブラントで答え合わせしていきましょう。さあどうなる。今回は2戦とも正解すると幸先がいいですが、さあどうなる。レブラント当たりましたね。120ドル獲得です。いやー今回は2回連続で成功ということでね、今日はハッピーに過ごせるんじゃないでしょうか。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。それでは失礼いたします。